はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんプレゼント交換エクゾディアプレゼント会の動画見ていただいたでしょうか。まあ無限ループを発生させね、このプレゼント交換っていうカードをなんか無限に連打して、相手にエクゾディアパーツをプレゼントするっていうなんかデッキいくつかやったと思うんですけど、いつかデッキのコメント欄でですね、一個ね要望があったんですよ。まあ、マジッククロニクルと現象の種を使うと、まあ、無限にプレゼント効果を打てるっていうコンボがあるんですけれども、だから無限にプレゼント効果っていうか、デッキのカード、デッキ内の魔法トラップカードをなんか連打できるっていう効果があるんですけれども、これ、無限ループ発生して、プレゼント交換を、なんか無限に使って、相手のデッキを破壊してくださいっていうコメントがありまして、面白そうと思っちゃったんですよね面白そうと思っちゃったんですよ。なので今回はですね、無限ループ原始の種無限ループを使いまして、プレゼント交換を無限に連打し相手のデッキを完全にゼロにするっていうね、クソデッキを作ってきたので、こちらでデュエルをしていきたいと思います。最後衝撃の展開が待っていますので、最後までお見逃しなく。それではやっていきましょう。デュエルスタンバイ。まあ、ハリントハンド強そうだね。なんかこのデッキ使う前はなんかプラチナ2ぐらいだったんですよ。まあいろいろ使ってて、勇者プランキッズとかなんかその勇者系のデッキ使ってて、なんかプラチナ2ぐらいまでなんか行ってよしよしよしって思ったんですけども、なんかこのデッキ撮影し始めて今プラチナ5なんですけど、これどういうことですかね。どういうことですかね、これどういうことですかね。あ、来た来た、いけるぞこれは。B フォース必中のピンの効果を発動。必中のピンは特殊召喚をすることができるぜ。まあ、必中のピンの効果を一回破棄する。そしてレベル1の必中のピンにレベル2のニードルをチューニングしていく。シークレット召喚現れよ、御用ディフェンダー。そして御用ディフェンダーの効果、よし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 、ルート入った。相手言うはずない、いけるぞ、いける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 。諦めるな、そこで諦めなかったらそこで試合は終了しないからな、大丈夫だ。イゾルデをリンク召喚していく。そしてイゾルデのリンク召喚成功時の効果は完全に破棄。そしてイゾルデの効果とイゾルデの効果によってデッキから装備カードを1枚を墓地に送り、何らかの戦速モンスター1体を特殊召喚できる。これによってリナルドを特殊召喚し、リナルドの効果発動。リナルドの効果によりデュ・ランダルを手札に回収していく。そして、あとはね、相手がサレンダーしないっていう条件もついてるんで、このゲームやばくないですか。マジで成功率鬼ほど低いですよこのデッキ。さあ、リナルドを手札に加えていく。そしてリナルドの特殊召喚効果によってチューナーにして特殊召喚。そして御用ディフェンダーとイゾルデを使ってリング召喚現れよ、ユニオンキャリア。そしてリナルドとリナルドでリング召喚現れろ、クリストロンハリファイブ。そしてハリファイバーの効果発動。ハリファイバーがリング召喚に成功した場合、デッキからチューナーモンスター相対を特殊召喚することができる。これによって文房具001を特殊召喚。さらにハリファイバーと文房具001でリンク召喚現れろ、アウローラドン効果発動。アウローラドンの効果によってトークンが3体生成され、そして機械族モンスターが同時に2体以上特殊召喚に成功するため墓地で存在する文房具001を特殊召喚することができる。そしてこれによってレベル3のトークンにレベル1の文房具001をチューニング。シンクロ召喚ルイキューピット。ルイキューピットはシンクロ召喚に成功した場合、使用したチューナーの数のレベル分自身のレベルを上げるか下げるかすることができる。これによって自身のレベルを下げていく。そしてレベル3のトークン2体にレベル3となったルイキューピットをチューニング。シンクロ召喚現れろ、シェンシェン。そしてまあ、これはどうでもいい、これどうでもいい。そして、ユニオンキャリアの効果発動。ユニオンキャリアの効果によりフィールド上に、存在するユニオンキャリアにカオストリア開闢の使者を装備。そしてさらにカードを1枚セットし、俺は手札よりマジックカードマジッククロニクルを発動。マジッククロニクルの効果により手札は全て墓地の送り、デッキからマジックトラップカードを、合計5枚まで選択し、そのカードを除外することができる。これによってプレゼント交換とを含む、プレゼント交換と原始の種を含むカードを、まあ、これはどうでもいいとは、このカードを全部、除外し、そしてさらに、相手のデッキは35枚いける、35枚いける。原子の種の効果発動。原子の種の効果によりプレゼント交換と原子の種を回収。さあ今から何が起こるか分かるか。プレゼント交換で
無限に自分のカードを相手に送りつけながら、相手のカードも自分の手札に加え、そしてこのカードの効果により相手は全てのデッキのカードを俺にプレゼントしなければならない。俺は時間の許す限りプレゼント交換を発動していくぜ。これが無限ループ、これが無限コンボ。プレゼント交換の効果とプレゼント交換の効果によりデッキ内のカードを1枚除外、お互いに除外し、エンドフェイスに、そのカードをお互いの手札に加えるとかいう最強の効果。そして原始の種の効果と原始の種の効果によってプレゼント効果と原始の種を回収していく。このギミックは、エクゾディアプレゼント会の時に使ったギミックではあるが、なんとエクゾディアプレゼント会の、あの動画で、プレゼント交換を無限に連打してデッキを破壊してくださいっていうのが意味不明なコメントが来たので、それを実現しているぜ今。実質視聴者リクエスト会。おい、プレゼント交換と原始の種のこれ効果なんか連打したらこれ何でもできるなみたいなあのコメント来て、じゃあこれプレゼント交換で相手のデッキめちゃくちゃ全部送らせてデッキ上がしてくださいっていうなんかコメントが来て、確かにそれ面白そうと思ってそれを採用して今相手のデッキを完全に破壊しようとしているぜ。圧倒的最強プレゼント交換無限ループ。ちなみにこの操作を相手にも強要することができるためなかなかの害悪仕様となっております。普通のソリティアデッキと違い相手に操作を毎回毎回強いるという例、これで相手のサレンダーを待つというそういう戦法か。さあ、まあでも一応ね、私ね、あのプレゼント交換でエクゾディアをプレゼントするっていうね、まあそういうね、動画もあの一応あの作ったことがあるんで、ワンチャン相手その動画見ているとしたらプレゼント交換でもしかしたらエクゾディアパーツがなんかあのもらえるかもしれないと思って、これ最後まで見てくれる可能性はありますよ。やばい、時間足んないかもしれない。ちょっと待って、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 やばいやばいやばい。やばい、残り10秒だ。まずい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 。原子の種、ちょ、急げ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 ぞ。プレゼント交換の効果によって相手のデッキをゼロ枚にすることができない可能性がある。あと何枚だよ相手のデッキ。ちょっとまだあんのデッキ、ちょっと本当にもう勘弁してください。残り3秒、やばい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 、高速で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 高速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 プレゼント効果高速で打って、やばい、残り2秒。ゼロ枚、エンド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 、耐えた耐えたか、うん、あ戻ってくる、あやばい、これ謎の処理があるぞ、これ謎のカードがめっちゃ、おっそカード返ってくる操作、おっそ、え相手かぐや系のデッキね、待って、クソ遅い。これもしかしてこれ全部見ないといけない、これ。でも待って、これさ、この後さ、俺、テクダマイス長官によりなんか、何枚か捨てる操作ありますよね。これ時間足ります？マジで足んねえぞ、これ。え？は？通信切断により、デュエルが終了しました？どういうことだよコナミ、おいコナミ、どういうことだこれ。